僕のご主人様は、高野勇気による日本のライトノベル。イラストは泉つばすが担当。2006年、富士見ミステリー文庫より発行。前後館。ごく普通の男子高校生、市川義郎は、疎遠になっていた幼馴染の桜誠が、千人切りの悪名を持つ茂原隆史に狙われているのを知って、 彼女を救おうとするが、その矢先に神社の一段団から転落してしまう。気がつくとそこは見知らぬ世界で、吉郎は自分がその世界の名門家族、桜家のメイドの女性である市川吉光と肉体が入れ替わってしまっていた。そこで吉郎は誠の内巳である桜家当主の青年、桜誠と出会い、その彼が茂原の内巳である茂原男爵の霊場。 高カ子から借金狙いで借金を盾に結婚を迫られていることを知る。もばらからまごとを守れば、まことも守れるのではないかと思った吉郎は、慣れないメイド仕事をこなしつつも奮闘することになる。この作品内において二つの世界が存在する。吉郎と吉高、きっこう、まととまこと別の世界では、自分の写締めとなる人物の性別は反転し、名前や容姿経験や、 境遇などが類似している部分がある。基本的に現代世界。家族制度が今なお存在する世界。歴史上江戸時代及び鎖国が存在せず、西洋文明の普及が早いなどもう一つの世界との、異は過去へ遡るほど大きいとされる。桜やこの世界の名家で貿易商社を営んでいる。借位は公爵。現在の当主は誠。 先々代の秀丸の事業の失敗のツけが長引いて一軸橋に立たされるも、誠の尽力もあって徐々に立て直していく。メイドは、仕事内容によって衣装が色分けされている。その他の人物、高野祐希、藤見ミステリー文庫2006年1月15日初版 ISBN4 から8291633802006年5月15日初版 ISBN 4から8291635182006年12月15日初版 ISBN4 から8291から 6378X2007 年4月15日初版 ISBN4 から8291638872007年12月15日初版 ISBN978 から48億2916万4051 ありがとうございます。